皆さんお疲れ様です。収益利他型 YouTuber のゆうすけです。今回は山本太郎さんの最新のポストですね。あまりに重要すぎるそのポストの中身と、俳優であり歌手でもある被災地での支援活動を長年続けてこられた杉良太郎さんのメッセージを紐解きながら、いかに今の政府ができるはずのこと、これまでの政府ができたはずなのに何もやれていなかったかっていうことをお伝えしたいんですけど、まずは山本太郎さんの1月10日のポストをご紹介させていただきます。本日災害特別委員会の理事懇談会が開かれた。理事懇談会とは、委員会を開くステップの随分手前、最初の段階、懇談会、理事会、委員会っていうステップを踏むようですね。懇談会が開かれたら、その流れで必ずしも委員会が開かれる話ではない。今回の理事懇談会は報告と称して、政府から能登半島地震の説明を30分、残りの1時間ほどで参加理事から省庁側に質問できるというもの。令和は理事ではなくオブザーバーだが、発言が認められる。理事懇談会は非公開、マスコミも頭取りのみ、最初の座ってる様子だけ撮影、議事録もなしで国民は内容を知ることができない。報告を聞くことも重要かもしれないが、一刻も早く政府に必要な仕事をさせるためにも委員会でやり取りする必要がある。これまでのルールや前例、運用について役人だけで覆したり、そこから例外的に動かすことは難しい。だからこそ現在、この災害においてのボトルネック、現場の人々の危惧、足りていないものなど、国会という場で議員がその必要性を伝え、運用の変更など含め強く求め、変えていくプロセスが必要で、大臣含め政府と直接やり取りできる場が委員会などになる。今日で発災9日目、私の感想は、随分余裕だな、永田町は、である。このような理事懇談会だけで終わっていいのか、衆院では本日午前中に同じ報告が行われたが、閉会中審査や質疑あり、委員会開催の議論は出ていないという、国会閉会中に委員会を開くこと。参議院でも足並みを揃えるつもりだろう。国会の開会予定は今月26日金曜と言われている。今日から16日後にやっと国会が開会。委員会がセットされるまでさらに数日となれば、一体いつ議論するつもりなんだ。もちろん理事懇談会の報告でも役人から説明を聞き取った後、直接質問はできる。ただし質問を事前通告する必要がないため、やり取りできる内容は深くない。答えられる範囲を狭めているのと同じである。簡単な話以外は持ち帰りますで終わる。言いたいことを簡単に言うと、さっさと総理入りで災害委員会開いて、被災された皆さんへのバックアップを議論しようぜ。それが最優先課題だろ。過去の災害時にも同じ段取りで、まず聞き取り、その後に委員会という順ですとか言うのかもしれない。だから何？そんな段取り、被災した人たちに関係ない。初動が大幅に遅れて、本格的対応はお正月明け。その分現場は深刻化していて、被災した人々もそれを支援する NPO も限界を超えている。前例がというなら、熊本地震では発災から5日後には参議院で同じ趣旨の懇談会が開かれ、発災から12日後に衆院で委員会質疑を行っていた。災害対応で大変な時に委員会など開けないはデタラメ。2018年国会では西日本豪雨で命を守る72時間の間にも、火事の解禁の委員会審議を平然と前に進め続けたのが自民党です。おそらく後手後手で災害委員会が開催されたとしても、総理を参加させないように動くだろう。これだけ遅れを取った災害対応で多くの人々の命が失われたのに、決定権のある総理が直接参加しないのはあまりにも機敏が過ぎる。
最高責任者として出てくるべきだ。災害大臣では新たな財政が必要となる新たな案件にも決定権を持てない。様々な懸念から本日の理事懇談会では閉会中審査の開催と総理入りをお願いした。もうすぐ16日後国会開くんだからとか、国会開いたら予算委員会総理入りを取るために今は要求を控えるとか、薄汚れた大人の事情は関係ない。今必要なことは国会が開く前にさっさと被災者の皆さんのために話し合いの場を持て、そこに総理が出て被災された人々や自治体を経済的にも安心させる約束をすべきだということ。今から能登半島行ってきます。この今から能登半島行ってきますっていうのが午後10時だったわけですが、太郎さん怪我をした体で夜中に移動するって、誰か一緒に行動してくださってる方がいるとは思うんですけど、十分な休息をちゃんと取れてるのか心配になりますね。続けて杉良太郎さんのスポーツ報知の記事の一部ですね。杉良太郎、能登半島地震の対応に試験と提言。被災者の被災地外避難をシステムができていないのは政治の怠慢。歌手で俳優の杉良太郎79歳が11日公式サイトを更新し、能登半島地震についての試験、日本の政治に対する提言を行った。これまで阪神淡路大震災1995年、新潟県中越地震2004年、東日本大震災11年、熊本地震15年など大規模災害が起こった際、現地からの要求、要望を見定め、タイミングを見て物資を送り、炊き出しを実施、自身が現地で目にしたこと、感じたこと、届いた声などをたびたび発信してきた。現在も厚生労働省の健康行政特別参与、警察庁特別防犯対策課を務めるように、機会があれば政府や政治家に対して意見している。次は国や地方自治体に向けて再度被災者の被災地外避難を提言した。この提言っていうものが杉さんの最新のブログ記事から見れるんですけど、拝読させていただきます。能登半島の大地震でお亡くなりになられた方々に謹んでお悔やみを申し上げますとともに、被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。この度の能登半島の大震災においてお亡くなりになられた方々、関連死をされた方々、未だ安否のわからない行方不明の方々、また被災された方々に対し心よりお悔やみとお見舞いを申し上げます。私はこれまで国内外を問わず災害に対して関わってまいりました。その中でずっと声を上げておりましたが、やはりそれが形になっておりません。特に阪神淡路大震災、東日本大震災において大きな教訓を受けているはずです。まず地震や津波など災害が起きた時、火災も起こるなどし、陸路は遮断され、救助救援のため陸路は完全に使えない。分かりきっていることであります。私が阪神淡路大震災の頃から提案してきたのは被災地外避難です。まず最初にやるべきがこれです。被災地域から被災地外への避難、県内外問わず被災していないところ、ペットも一緒に避難すべきです。被災者は日々の暮らしが制約されることによって精神的苦痛を強いられることになります。ほとんどの方々は高齢者です。毎日飲んでいる薬、常備薬が必要です。余震が来るたびに心臓が止まりそうになります。救援のために自衛隊、消防、警察、ボランティア団体が現地へ無理やり入ろうとするが、道が通れず彼らも非常に苦労している。ニュースで聞こえてくるのは、物資は拠点には届いている、しかし孤立している集落には全く届いていないという状況。そのまま届けられず、消費期限が切れてせっかくの善意が無駄になってしまう。物資を被災地に届けるのでなく、災害が起きたらまず被災者を被災地域外に移動させるシステムを構築しておくべき。移動ができたら現地に入る救援者も行方不明者、取り残されている方々の救出一本に全力を注ぐことができる。陸が使えないので残りは海と空がある。
阪神淡路大震災の時はほとんどの方が火災で亡くなった。それは消防車が現地に入れなかったから、政府は民間のヘリコプターを借り上げ県外避難をさせるべきです。それは地震が起きた瞬間からの行動です。県外の宿泊施設、自治体は平時より協定を結んで有事の際はこれを借り上げるという決め事、システムができていないこと自体が政治の怠慢である。平時より政府または全国知事会、全国市長会などを通じてしっかりとしたシステムを構築すべきだ。地震によって5歳の男の子が火傷をした。病院は受け入れない。救急車は来ない。震災が起きた場合、救急車は来ないと思った方が良い。では救護はどこから来るのか。他県からでもヘリコプターによる救出が大事である。これが本来の救急救命である。子供は国の宝である。少子化に困っていると言いつつ、一人の子供の命も救えないのは先進国にあって反省すべきことではないか。政府または専門家と言われている方々がどれほど本気で、どうすれば今後一人の命も失わずに済むかということを考えてきたか。せっかく地震、津波に救われた命も震災だからと言って救われなかったという言い訳はできない。なぜならそれだけ日本は多くの知識と経験を得てきているはずだから。芸能界から一般国民の皆さんから大事な寄付行為があった。この寄付金はどこに行くのか、どのように使われるのか、有効に使われたのか、詳細はわからない。私は今行動に起こすかどうか苦慮している。杉良太郎。最後の行動に起こすかどうか苦慮しているっていう部分がどういう意味でおっしゃってることなのか気になるところですね。ボランティアとしての行動のことなのか、政治的アプローチとしての行動なのか。僕が思うに、太郎さんも杉さんも伝えたいことの本質は一緒なんですよね。生きるか死ぬかの狭間にいる被災者にとって、政治家にとっての前例や段取りなんてどうでもいいことですし、震災だからしょうがないなんていう言い訳にすらなってない言い訳なんて誰も聞きたくないですよ。被災者のため、国民のための政治を、ごたくはいらないからさっさとやれよっていう、ただそれだけのことですよね。そしてさっさとやれよは、今回の大震災が起きてからのさっさとやれよの意味であるのと同時に、杉さんが言うように、こうなる前から準備しておくべきことを知るチャンス、国が投資して育てていくべき防災対策や国土を強くするためのチャンスは何度も何度もあったのに、一体何度日本が災害に見舞われればあなたたちはアップデートできるんですかっていう話ですし、原発の危険性についてもそうですし、軍事費の4分の1に防災対策を削減するだとか、海外には何のためらいもなく兆円単位のお金をばらまくとか、国民のささやかな生活からお金も安全も暮らしやすさも搾取して国力を脆弱化させた。その引き換えに世界第2位の数の富裕層を生み出していることとか、他にも挙げたらキリがないぐらいに、アップデートどころかあらゆる側面においてグレードダウンし続けているっていう、長谷知事に関して言えば13日に初めて岸田総理と現地入りするっていう冗談みたいな本当の話もあってですね、本当なんていうかひどい。他にもそれ以外にもまだまだ、国が被災者に20万円貸し付けるって何っていうニュースもありましたね。震災から10日くらいの段階で未だに極寒の中救助を待ってる人や、先進国でも最低水準の避難所で未来に絶望する被災者もいるっていう現段階で、貸し付けるっていう言葉や支援策が出てきてしまう無神経さ、
小泉進次郎や菅義偉の募金活動アピールだとか、岸田総理の消費期限当日おにぎり事件だとか、もともとあった裏金問題などが薄まってしまうぐらいにひどすぎて、ここまで来るとアカウント停止を食らいそうなワードを言ってしまいそうになるぐらい、生活再建支援制度もあるだろうとかそういう問題じゃないんですよね。そもそもその制度も額が少ないですし、全員が300万円もらえるわけではありませんし、万博やめれば、税財源論から脱すれば、もっと手厚い被災者が希望を持てる支援ができるのに、もどかしいですね、本当に。もはや怒りを表現するための語彙が見つかりそうもないので、今回の政府批判はこのぐらいにして、バズフィードジャパン編集長の神馬亮介さんの4年前の記事でどうしてもご紹介したい杉良太郎さんのインタビュー記事があってですね、前回の僕の動画で言うところの二の意識の心根ではなく、山本太郎さんと同じ一の意識の心根を感じる記事なので、動画がいささか長くなってしまっていて申し訳ないんですけど、損はさせないので最後までお付き合いいただけましたら幸いです。もちろん売名だよ、超大物俳優の痛快すぎる福祉論。歌手俳優の杉良太郎は長年にわたって被災地支援や福祉活動に精力的に取り組んできた。売名、偽善批判への思い、被爆者との交流で抱いた罪悪感、原点となった養老院の思い出、福祉は一方通行を持論とする杉にボランティア哲学を聞いた。売名ですか？東日本大震災の後、トラック20台分の支援物資を集め被災地で炊き出しをされました。メディアから売名ですかと聞かれた時のエピソードは未だに語り草になっています。カレーを温めている時に杉さん杉さんと聞こえて、ふっと顔を上げたらテレビカメラがあって、リポーターに言われた。それってやっぱり売名ですかって。もちろん売名だよ、売名に決まってるじゃないかってすぐに返した。これまでずっとついて回った言葉だし、私自身もう慣れっこになっていたので、本当は相手にしない方がいいんだけど、売り言葉に買い言葉で、まあ修行が足りないね。最高の短歌ですね。いや、私にとっては普通なんです。外務省の高官にも言われたことあるし、売名ですかって、その時も同じことを言った。もちろん売名です、でも一つ付け加えていいですかと。私は今までこれだけのことをやってきました。あなた、私がやってきたこと全部やってから、もう一遍同じ質問をしてくれますか。そう言ったら黙っちゃった。福島第一原発で職員を激励。原発事故の直後には南相馬市や飯舘村などにラーメン5000食を届けました。うちの五代夏子と立ち入り禁止ギリギリのところまで行きました。警察官に何をしてるんですかと声をかけられて、深呼吸してると言ったら、そんなことしちゃダメですよと言われた。2015年には芸能人で初めて福島第一原発に入った。ずっと行きたかったんだけど絶対無理ですと断られて、我慢して何年も待ちました。職員の皆さんが出迎えてくれたので、日本の運命、ひいては世界の運命があなたたちの肩にかかっている、死に物狂いで頑張ってくださいと挨拶させてもらいました。ありがとうすら面倒。福祉は一方通行が持論です。難しい、福祉は難しいよ。やっぱり相手がどう思うかだから。災害でも何でも苦しいのは当事者、経験していない人間が理解したつもりになっても実際のところはわからないですから。被災者の人たちと一緒に過ごす、ハンセン病の人たちと直接触れ合い抱き合う、そういうことを何日も重ねていくうちに、だんだんと理解が深まっていった気がしますね。この人、この地域のために貢献できたらいいな、少しでも役に立てばいいなと一方的に思うだけ。そこから何かをもらうとかじゃない。
ちょっと儲けさせてくださいよ、何かお土産ないですか、なんていうのは論外だけど、私はもうありがとうございましたすらめんどくさいと思うね。この人ありがとうございましたって言うかなとかめんどくさい、そんなこと考えてられないよ。忘れられないスーツのシミ。さまざまな施設を慰問されてきた中で特に印象に残っているのは、最近になって思い出すのは50年前に広島長崎の病院を慰問した時のこと。戦争や原爆に対しては思いがあったから、被爆者の人たちに会った時は声も出なかった。歌い終わった後に握手してほしいと手を差し出されて、その手が水ぶくれだった。握手したらプチッと音がして中から汁が噴き出ました。真っ白なスーツを着ていたんだけど、握手して抱き合っているうちにうっすら黄色いシミがついた。まるで地図みたいにね。それを覚えてる。背負った罪悪感、忘れがたいですね。問題はその後、私はトイレに行って手を洗って服についたシミをハンカチで落としたんです。誰かに見られたらなんて言い訳をしよう。表面では善人ぶった顔で握手して抱き合って、影では一生懸命手も服も洗ってるじゃないか。これは人には言えないなと思った。墓場まで持っていかないといけない。ものすごい罪悪感を背負っちゃったわけですね。最初にこのことを打ち明けたのは、一緒に慰問に行った作家の川内光範先生。慰問から15年くらい経って不意に当時の話になりました。川内先生から、寮には真実を話すけど実はトイレで手を洗った、今でもものすごく後悔してると言われた。初めて言うけど自分もあの時手を洗ったんだと答えました。今なら一生の宝としてこのスーツを取っておこうと思うけど、25歳の若造にはそこまで知恵が回らなかったね。でも50年前に言っておいてよかったな。言っているからこの話ができるんで。手を合わせるお年寄り。福祉活動の原点は15歳の時、養老院、現在の老人ホームに白黒テレビを寄付したことだったとか。一番安いのを買っていきました。その頃テレビってめちゃくちゃ高かったから。あの時代の養老院には家族に捨てられて辛い思いをしてる人も多かった。楽しみも少ないだろうと思ってテレビを送ったんだけど、そうしたらおじいちゃんおばあちゃんがベッドの上に正座して15歳の子供に向かって手を合わせていた。手を合わせるっていうのは普通は神や仏だけでしょ。人間に手を合わせるところなんて見たことがなかったわけです。自分なんかに対してお年寄りが手を合わせてくれている。感動しました。強烈な印象として残ってます。胃袋は一つだけ。自伝媚びない力では、本当の金持ちというのは生きている間にいくら使ったかで決まる、それも誰のために使ったかが重要ですと綴っています。ベッドは一つ、胃袋は一つ。広いベッドは好きやけど、部屋一面の大きなベッドがあったとしても寝るのに使うのは一人分のスペースだけ。なんぼ美味しいステーキあっても牛丸ごと焼いたって胃袋一つじゃ食えんよ。金の亡者にはなりたくないね。今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。